それでは時間になりましたので、小町氏から発表をお願いいたします。はい、この定例会見での発表事項は、コロナの感染状況に関してというこの一点であります。その前に少し現在進行しております東京オリンピック関係のことに触れさせていただきます。本県でも合宿の受け入れを行ったところでありますし、これからパラリンピックに向けての合宿も行えるわけでありますが、今のところ来県をされた海外のチームからも感染者等もなくですね、無事合宿中止としての役割を果たすことができているのかなというふうに感じております。またそれぞれのチームがですね、ほぼ全てのチームが今メダルを獲得するような、また結果を出していただいているということを大変嬉しく思っているところであります。アメリカの女子サッカーが決勝戦に出場しなかった進出できなかったのはちょっとショックではありますが、3位決定戦に回って銅メダルも堅いんではないかなと思っておりますし、ノルウェーやイギリスは金メダルですね、トライアスロンを取っておりますし、ドイツの陸上もメダルを取って、ボクシングもそれぞれというような、大変ありがたい状況であります。これまでも宮崎合宿は結果が出るとか演技が良いというような表現をしておりましたが、ポイントとしてはやはりそれだけの成績を目指すチーム、強豪チームが宮崎を合宿地として選んでいただいているということが改めて今回のオリンピックを通じてもですね、実感をすることができましたし、先ほど言いましたような現在のコロナの状況の中でしっかり感染防止対策を実施をしながらですね、このキャンプの受け入れをできるということができたということを手応えを感じているところであります。また本県ゆかりの選手、旭化成の大野選手、南津選手の金メダルという嬉しいニュースもございました。その他これからもですね、本県で合宿をしておられた日本の選手の競技もありますので、楽しみにしているところであります。それでは今後の感染状況につきまして、このモニターを使いながら報告を申し上げます。はい、現在、全国的に過去最悪といえるような厳しい感染状況、1万人を超えるような状況で、続いております。本県もこれまで1週間続けて、2桁の感染者が確認をされたところであります。本日につきましても午後のおレクで詳細につきまして、報告を申し上げますが、30人を超える感染者が確認をされております。30名を超えるのは5月19日以来75日ぶりということで、この厳しい第5波が本県にも押し寄せ、これがじわっと今拡大をして、強い危機感を持ってこの現状を受け止めているところでございます。その状況を、それから今後の対応見通しにつきまして、私の方から説明をさせていただきます。はい、全国のこの直近1週間の10万人当たりの新規感染者数の推移を整理をしておりますと、直近ではこの15人以上、紫で表現をしておりますが、これが特にこの直近1週間で大きく増えているというのを見て取っていただけようかと思います。これは8月1日までありますが、手元の数字では今全国で半分以上の県がこの15人以上になっているということで、本県も今このトレンドでいくと、この紫になるのは時間の問題ではないかというような今危機感も持っております。はい、本県の新規感染者数はこのような状況であります。この2桁特に22、それから30人台ということで、ググッと増えたという状況であろうかと思います。この6月7月を比べましても、7月は約3倍ということですね。この第4波の時と対しますと、この4月の終わりから5月の初めにかけての状況に近づいているという実感であります。直近週間10万人当たりの感染者数が 9.4 人まで今上昇し、全国では39位であります。沖縄、東京がかつてないような大変厳しい数字でありまして、それ以外の都市部においてもこの拡大が続いている状況であります。今後の対応を見る上でポイントになりますのが、第3波、第4波で感染拡大緊急警報を発令した時の
この数字が36だったり16というところがございますが、今 9.4 ということで、もう完全にこのような状況に至っているのではないかという受け止め、第3波第4波の経験を踏まえてもそのような状況にございます。はい、県ごとの状況、県下全域は 9.4 ということでありますが、西都固有が 20を超えている。そして特に警戒をすべき人口集中地域である宮崎東の方県域も 14.9 ということで、このステージ3の目安に、ほぼその水準にまで急上昇しているというのが今の状況で、あります。20を超えるとこのそうですね、一つの目安としてですね、赤県域ということも考えられるところであります。そんな状況にこの2つの県域が近づきつつあるということ、それからそうですね、はい、それから、この変異株デルタ株につきましても、本県では散見をされておりますが、直近のものを見ますと陽性割合が5割を超えてきているということで、この直近の状態でですね、にわかにこの置き換わり、感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進みつつあるということが、こういう数字からも見て取ることができます。大変感染力が強いということを言われておりまして、はい、これはですね、少しこれ注意がなされておりませんが、アメリカの CDC 疾病対策センターが公表されたデータを沖縄県立中流病院の高山医師が Facebook に上げておられるのを、私も Facebook でこれを紹介をしたものをそのままこの画面でお借りをしているところであります。縦軸がそうですね、致死率であって、横軸が感染のしやすさ、感染力の強さを示しておりまして、要は現在我々が直面しているこのデルタ株というものが、このコロナの従来株と比べても感染力が強いということ、それから通常の風邪とかですね、と比べても強く、水筒、いわゆる水疱瘡とかと同じレベル、水疱瘡というのは空気感染でどんどん広まってしまうような大変感染力が強い感染症の中でもそういったものであります。全く違う感染症に相対しているところと同じような危機感を持つべきだというような専門家の提言がなされているところでありまして、これまでデルタ株、従来株の2倍程度強いではないかというのことも申し上げてきたところでありますが、具体的にはこういうようなですね、分析結果も示されているということで、先ほど見ていただきましたように本県におきましてもデルタ株の置き換わりがいよいよ本格的に進みつつあるという状況の中で、こういった感染力の強さというものを深刻に受け止める必要があるのではないかと考えております。はい、現在の状況認識、それから今後の対応についてということであります。この地図上に直近週間の10万人あたりの数字を、としております。西都固有がこの赤県域の目安である20人を超えておりますが、これも説明しておりますように、一定の集団の中での感染が確認をされて数字としては大きくなっておりますが、それが飲食店、繁華街等での不特定多数への広がりが見られるような状況ではないということで、数字自体は20を超えておりますが、今後の広がりがどのように見られるのかということを注視する、20を超えたからこれ機械的に検疫に指定するというものではないというふうに判断をしておるところであります。ただ宮崎東諸方検疫につきましては、宮崎東諸方検疫といっても、要はこの宮崎市ということになります。これがこのステージ3の15号にほぼ並ぶ状況でありますし、これがですね、本日約20人、明日までで約30人の感染者が確認をされたら、こう20を超えるというような状況にまで今至っているということで、その状況になれば、ここは即座に、感染急増検疫、赤検疫の指定を行うということになろうかと思います。
その時は経理の皆様には原則として外出の自粛もお願いをするということになりますし、これは感染状況を踏まえてということになります。飲食店等への営業時間の短縮をお願いする可能性というものが出てきております。ただこれも感染状況を踏まえたというところがポイントでありまして、第4波の立ち上がりの時は飲食店等における複数のクラスターで宮崎市を中心として感染が急拡大をしたという状況がございます。ただ今この宮崎東諸方県域におきましては飲食店関係のクラスターは1件でありまして、感染者自体は多く出ておりますが、県外から持ち込まれたものが、どちらかというと家庭内だとか一定のグループ内での感染が拡大をしている状況にありますので、第4波の時とは少しそこの立ち上がりの感染拡大の広がりの状況が違うということを思って、営業時間短縮につきましてはその辺の今状況を見極めているというところでございます。赤県域はほぼ確率が非常に高いのではないかというふうに残念ながら数字の上では見ておるところでありますが、営業時間短縮についてはそのように今後の感染の広がりを今注視をしております。で、県下全域につきましては感染拡大緊急警報発出の可能性も高いのではないかと、必要性が強いのではないかという今認識を持っております。県下全域でも、ほぼ自由に近づいているということを申し上げたところでありますし、今日発表分の感染者につきましても小林市の西諸方を除けば全県域で感染者が確認をされるというような報告になるということであります。従いまして明日市町村長とのウェブ会議、それから県の本部会議も予定をしておるところでありまして、これも今日の検査結果を慎重に見極める必要がありますが、明日にもこの緊急警報に至る可能性が強いのではないかと、その時に全県域をオレンジ県域に指定をする、そのことに伴って会食の制限、4人以下2時間以内というところ、それから面会制限の要請ということに加えて、先日すでにこのオレンジ県域に指定をしている地域につきましては地方宮旅キャンペーンの停止ということになっておりますが、明日そのような感染拡大緊急警報の判断ということに至れば、全県域で地方宮旅キャンペーンにつきましても一時的に停止をするということになるのではないかという危機感を持っているということを現時点でお伝えをしております。今後の感染が拡大をすればという注釈付きでありますが、これで20人、2人、それから30人台というのが続いて、いきなりそれが1桁台になるというような見込みというのは非常に薄いのではないかと考えております。そのような2、30人台が続くということを考えると、今申し上げましたような、特にこの赤字で指定をしておりますようなものは明日の時点でそのような判断に至る可能性が強いのではないかというふうに見ております。だからこれも現在進行しております調査、検査ですね、そこ、それからその中身というものを慎重に見極める必要があるかと感じております。宮崎東諸方県域を大変危機感を持って受け止めておりますのは、人口が多いということもございますし、保険適用事例がこれも極めて多くなっているということですね。今約半数程度が保険適用事例での確認ということになっておりまして、非常に感染拡大の火種を抱えているということになります。今8月に入りまして、これからお盆までの時期ですね、非常に注意すべき状況ではないかと考えております。で、そうですね、夏休みお盆に向けました県民の皆さんへのお願いということで、都道府県をまたぐ旅行規制は原則中止延期をということでお願いをいたします。去年が少し変わりました。これまで不要不急のもの、仕事などを除き可能な限り、全ての都道府県をまたぐ往来については自粛をお願いしたいということ、規制についても同じであるということで、我々の要請としては基本的に変わっていないわけでありますが、先日の全国知事会におきまして、全国的な都市部からの感染拡大というものに強い警戒感を示して、
旅行規制は原則中止延期を求めるということで、提言であったり国民向けにメッセージを出しをしたということで、まあ、その表現に合わせたということであります。本件としてはこれまでと同様のスタンスでありまして、まあ、可能な限り、原則中止延期をお願いをしたい、まあ、本件も大変厳しい状況にあるということは今具体的に説明を申し上げましたが、全国においてはもう過去例を見ないような感染拡大、そして、まあ、過去最悪の感染力を持ったデルタ株の今置き換わりが進んでいるということを踏まえてですね、原則、中止延期をお願いしたい。オリンピック・パラリンピックは自宅で応援をということで、これは開催地である東京などとは全然状況が異なるということと、それは先日少し申し上げましたが、今日もサッカーのですね、準決勝を行われて、私も楽しみにしておりまして、サッカー関係者と一緒に見ながら盛り上がりたいなという、そういう気持ちはあるわけでありますが、それは中に避けていただいて、今は自宅で日頃同じ生活を共にしている方と応援をしていただきたいということであります。このデルタ株のリスクを考えるとですね、そのような複数の、そして一緒に時間を過ごしていない方と、どういうことでのリスクというものはぜひ避けていただきたいと考えております。はい、少し長くなって申し訳ありません。ワクチン接種の状況につきましては、これ全体の数字、本県でも今70万回を超える状況になってきているということでありまして、次のページにありますように、右側が高齢者であります。9割弱、8割弱ということで2回目接種の方も終えておりまして、希望される方にはほぼこれで、接種というものが終了したものというふうに考えております。細かく言いますと、関心を希望する方が全て全員が今打ち終えておられる状況ではありません。大規模接種会場等での空きがあってもですね、やはりかかりつけ医で、接種をしたいという方だとかですね、迷っておられてこの接種のタイミングが遅れてた方ということもありますので、希望された方が全て完全に終わった 100% 終わったということを申し上げているわけではありませんが、ほぼ終了しつつあるということと、それからそうですね、市町村などでもワクチン接種を終えた登録のタイミングですね、そのことがありますので、まだそのシステムへの登録が済んでいないようなものもあるので、このような率になっているというようなことの説明を行っているところであります。国のシステムの入力が起きていない市町村とか医療機関もあるというような状況であります。改めてでありますが、この7月末という目標に向けてですね、市町村、医療機関の皆様には休日返上でご協力をいただいて、なんとかこのような状況に立っているということに改めて心からの感謝を申し上げたいと考えております。引き続き11月末への接種完了に向けてということで、こちらは全対象者接種状況ということで、1回目5割弱、それから2回目もそうですね、3分の1というような状況になっております。全国的なワクチンの配分については我々が求めているものよりも少し減らされるというような状況もございますが、しっかりとそのワクチン配分というものを求めていきながらですね、この迅速に希望する方へのワクチン接種を進めていきたいと考えています。職域接種につきましても27件の申請に対してまだ承認が10件程度ということでありまして、しっかりと体制は整っているわけでありますので、これも順次8月中にですね、この未承認の団体に対しても承認、それからワクチンの供給も開始されるというように国からの説明を受けているところでありまして、こういった職域接種についてもこれから加速をしていくものと期待をしているところであります。はい、高齢者分についてはすでに配分は完了しておりますので、あとは最終段階を迎えつつあるということであるかと考えております。はい、ワクチンに関する大変しい情報を知っていただいた上で、一人でも多くの方に受けていただきたい、
現在過去最悪というような大きな感染拡大が続いておりますが、高齢者の感染されるリスクというのは随分減少してきているということがあります。ただワクチン接種後もですね、感染防止対策を徹底する必要があるということであります。特に CDC 疾病対策センター、アメリカのこのデルタ株などはですね、ワクチン接種を完了した方であっても感染をし、それを感染をさせるリスクがあるという指摘をされてですね、アメリカにおいても屋内ではマスクの着用を奨励するというようなことも言われておるところでありまして、はい、引き続き感染防止対策を徹底をするということ、それから差別、誹謗聴取、強制などは行わないということをぜひ引き続き協力をいただく中で、これだけ効果が高いワクチンがこれだけ短期間でできたということをですね、ぜひこの沈静化に向けて有効活用していくべきだろうと考えております。はい、若い世代の方にですね、先ほど言いましたように高齢者での感染者が減っているその中で、比較的若い世代で重症化するケースが増えているということがあります。ぜひ若い世代の皆様にもですね、自分を守るため、大切な人を守るため、そしてこの医療提供体制を守っていくためにもですね、ご協力をお願いしたいと考えております。はい、第5波の感染急拡大を防ぐ瀬戸際にあるという大変強い危機感を今持っているということであります。この前の全国知事会でも申し上げましたが、我々行政関係者が持っているのと同じような危機感を全国民、特に若い世代も含めて共有をしていただくことが大変重要であろうかと考えております。はい、ぜひ県民の皆様にご理解をいただきながら、なんとかこの第5波の急拡大をぐっと抑えていく、そのことが並行して今ワクチン接種も進みつつありますので、早期の沈静化につながってくるということで、大変重要な局面であろうかと考えております。潜伏期間を考えますと、今このように強い注意喚起を行ったとしても、ぐぐぐっと今感染の拡大は続く、今すぐに止まるとは思えないわけでありまして、今この8月の上旬からお盆にかけてのぐっとここを引き締めることがですね、あってはならないことですが、本件においても緊急事態宣言を避けることにつながるのではないかと、大変重要な局面であろうかと考えております。はい、私から冒頭以上であります。ありがとうございました。それでは幹事社の MRT から質問させていただきます。まず8月1日まで6日間連続10人台、昨日は22人、そして今日が30人以上ということで、最新 の、 その感染状況を踏まえて改めて河野知事の受け止めと県民への呼びかけをお願いいたします。はい、これまでも分析しましたように、特にこの4連休以降の感染の確認というものが県外に由来するものが半分を超えているという状況がございます。その中で県民の皆様の協力によりクラスターが相次いで、しかも繁華街で発生をするというような状況までは今現在避けることができておりますが、これがいつそのようなクラスターが発生をし、さらなる爆発的感染拡大につながりかねないという、大変厳しい状況を、感染急拡大の瀬戸際にあるという認識であります。この夏、帰省も含めた移動が通常であれば多い時期でありますが、今最大限の警戒を持って県をまたいだ旅行や移動、帰省などはですね、原則として中止延期をしていただく、そして県外由来の感染が広がりかねない状況にあるという緊張感を持って県内においても感染防止対策を最大限徹底をいただきたい、そのように考えております。クラスターの発生は少なく防げているということなんですが、昨日、2件発生しているということで、それについての受け止めいかがでしょうか。はい、はい、クラスターももちろんゼロではないわけであります。昨日発生をしたクラスターは、いわば一定のグループ内での感染でありまして、そこから大きく広がる状況ではないのかなというふうに見ております。ただ慎重にその濃厚接触者、また関係の状況というのを今分析、検査を行っているところであります。やはり
大きい警戒をすべきは、不特定多数が関わるような繁華街等での大きなクラスターの続発というところ、それが大きく感染の広がりにつながりかねない状況もございます。先ほどサイト公有においての状況分析でも申し上げたところでありますが、しっかりと感染を追うことができるような状況になるのか、それとも保険適用がぐんぐん広がれる、さらにはクラスターが続くような状況になるのか、しっかりとその辺のリスクを分析をしながらですね、今後とも対応を図っていきたいと考えております。また感染力の強いデルタ株なんですけれども、先月26日から今月2日までで置き換わりが進みつつあるということで、それに対しては今まではそこまで置き換わりが急速に進みつつあるという受け止めはなかった、そこが大きな変化だと思われるんですが、その点についていかがでしょうか。はい、本件ではデルタ株の本格的な波にさらされてはいなかったというふうにこれまで考えております。そのような状況の中でここまでじわじわと感染が拡大し、そして直近の調査結果によりますと、半数以上がデルタ株に置き換わりつつあるのではないかというところを強い危機感を持っております。東京においては今月中にもこのデルタ株には置き換わるのではないかということが言われておりましてですね、さらにそれが地方に波及していくことリスクを考えますと、いよいよ本県においてもさらなる強い感染力を持ったこの波、感染の拡大の波ですね、それが本格化をしかねない状況にあるというところをですね、強い危機感を持って受け止めております。で、先ほど申し上げましたように20人であったり15人であったり基準を示してこれまでさまざまな対策を進めてきたところでありますが、その20人を超えればこれまでと同様の判断をすればいいのかということではないではないか、やはり一歩も二歩もその先にですね、手を打つ必要があるのではないかという危機感を持ちながら、ただ先ほど言いましたような感染の、中身ですね、それからリスクの高い低いというところを冷静に分析をしながらもですね、早め早めの対策を打っていく必要というのも強く今感じております。あと新型コロナウイルスのワクチン接種で65歳以上はほぼ希望者が終了しているということなんですが、国がその8月下旬までに一般すべてを含めて4割以上の、接種完了をと見込んでいるということで、県内としてはその今後のスケジュールと踏まえてどのような動きになりそうでしょうか。そうですね、今示された国のその新たな目標設定についても、今のワクチン接種のスピード、体制を考えますと、本県では目標はクリアできるのかな、達成ができるのかなという見込みであります。具体的にその一般の接種については、いつぐらいに何割ぐらいとかいう数値的な数というのは掲げられていますか。はい、ワクチンプレジェクトチームのマクといいます。現在の、平均的な接種の実績等を考えますと、ワクチンの供給量にも左右される部分があるんですが、10月から11月までには、単純計算できますと完了できるというふうに見込んでおります。はい、ありがとうございます。幹事社からは以上です。他の記者さん、質問がありましたらお願いします。はい、NHK です。よろしくお願いします。はい、新型コロナの発表に関連してになると思うんですけども、政府の方はですね、重症者ですとか重症化のリスクの高い人以外は自宅療養を基本とするようなですね、方針を示したと思います。宮崎県、今ちょっとそういった医療提供体制の現状とですね、そういった方針が宮崎にこう適用されることになるのか、ちょっとそのあたりの考え方を教えていただければと思います。はい、感染が爆発的に急拡大している都市部において医療崩壊を防がなくてはならない、そういう強い危機感のもとにそのような方針が示されたものというふうに考えております。それをすぐにそのまま適用しなければならない状況に今保険があるとは考えておりませんが、最悪のような場合になるとですね、本件でもそういう判断を
ない状況になりかねない、まあ、だからこそこういう早めの注意喚起を行っているところであります。大変これから東京も含めてですね、感染急拡大、まあ、沖縄もそうでありますし、懸念される状況にあるという強い危機感を持っております。そうするととりあえず、まあ、当面の間は軽症者だったり無症状の方以外はやはり入院をしていただくということになるんでしょうか。はい、まあ、この状況を見ながらということになりますが、今の段階では従来通りの対応を考えているところです。ありがとうございます。とそうするとですね、はい、すいません、ありがとうございました。はい、UMKです。はい、関連でとはいえもう実際宮崎は今、自宅、ホテルや自宅で療養している人が昨日の段階で70人ぐらいいたような、記憶があります。はい、かつ今日出されているこのデルタ株の割合というのは検査件数が増えた上で 55% というふうになっているので、やはり明らかにこれまでとは局面が違うという中で準備をしていく必要があるなと思います。はい、まあ、自宅療養に対するそのケアが、十分な形に宮崎はなっているのかということと、それからまあその都市部では今その酸素濃縮装置とかそのパルスオキシメーターとか、本当は避けたい自宅での療養をしっかり安全に命を守る体制ができているかというのはこれから非常に重要なことになっていくと思いますが、そのあたり現状どうなっているかということを改めて教えていただけますか。はい、そうですね、今たちまちそこをこうすぐに、そのような厳しい状況に本県が直面しているわけではありませんが、第4波の時の経験からしても自宅療養であったり宿泊療養施設における経過観察といいますか状況というもの、それからパルスオキシメーターの対応等ですね、県が宮崎市に対応したいということで必要な対応を行ってきたところであります。宿泊療養施設につきましては新たな施設ということでその数も今増やしたというところもあります。そういったところでいかに医療関係者の適切なですね、そこの必要なチェックといいますかその体制を確保するかということで、医師会や看護協会等の協力もいただきながらこれまで対応しているところでありますので、今後ともその体制をより強化をしていく、そのように考えております。もう一つ、先ほどの発言の、発言の確認ですが、県内全体の今後の対応については、まあ、もちろん感染状況次第ということではありましたが、このままのペースで明日も感染者が出れば、明日にも県内全域でオレンジ区域化検討へということでよろしいんでしょうか。はい、これは、まあ、全く発生をしていない市町村も含めていろんなお考えもあろうかと考えておりますが、県全体の状況を踏まえた、まあ、県としての強い危機感もご説明をしながら明日そのウェブ会議、それから本部会議、県本部会議も開催をしながらその方法で、検討をすべきではないかという今の時点ではそのように判断をしております。はい、宮崎自治市民関連して、はい、その場合はこの宮崎東諸方クリニックの赤県域への移行もこうセットでやりたいという現時点でのお考えはいかがでしょうか。はい、ここは数字で先ほど申し上げました今 14.9 でありますが、これが一定の感染者が確認をされたら20を超えるというものが今見えてきている状況であります。これも宮崎市の特に宮崎市ですね、考えもあろうかと考えておりますが、20人を超えたらそこは赤県域指定の必要性はあろうかと考えております。再度超えるとは違う状況になります。ただ、まあ、微妙に20を超えない段階になった時にどういう判断をするかというのは感染者の数だとか保険適用だとかその感染の中身リスクの高さというのを総合的に判断をしてということであります。先ほど基本的な考え方というふうに申し上げましたようにこれまで設定した基準より早め早めの対策を打つ必要もあるのではないかということも踏まえて、しっかり宮崎市とそこは議論していきたいと考えております。まあ、議論調整ですね。ということはそのタイミングが一緒になる可能性もあるし、まあ、ずれる可能性もあるというところでしょうか。分かりました。あと、先ほどその飲食店への時短要請に関してはちょっとそのライガマンとは状況が違うのでということなので現地ではそこをマニュアル化というのは今のところは考えていらっしゃらないというところ
そうですね、赤景気の可能性は高いと考えておりますが、時短要請については今の段階ではまだ状況を見ているということになります。分かりました。あとその、赤景気も視野に検討されているということなんですけど、時短をしないということになるとやっぱり外出自粛とか生きがいの移動制限とかそういったところになると思うんですけれども、期待する効果というのは赤景気時短をやらないとするとどういったところになるんでしょうか。やはりより強い注意喚起ということになろうかと考えております。で特に今注意すべきは、まあ、県外からの持ち込まれたものが家庭内等で広がる。本来全国知事会でも話がありましたが、このデルタ株の感染力の強さで今までは必ずしもその全員に感染が広がらなかったものがもう軒並み、家庭に持ち込まれたら全員、また親族の介護などあったら全員にこう広がってしまうということであります。これから特にお盆の時期、家族のみならず親族の集まり等が多い時期がありますので、まあ、その赤検疫ということになったらですね、そういう会合を避けていただくということを県民の皆様には協力をいただいて、より拡大をしないような状況が必要だろうと考えています。ありがとうございます。はい、すみません、重ねてに、なってしまいますが、先ほどの、そのままですね、政府の方針、あの重症者の、以外のですね、療養に関して、はい、政府の方針そのまま適用ということでは今の段階ではないという話だったと思います。はい、そのある意味根拠の部分と言いますかですね、まあ、今の、医療提供体制 の, その逼迫具合というところになってくるかと思うんですが、そのあたりの、今の現状の受け止めというのはどのようにお考えでしょうか。はい、その政府の方針なり、通知が来たのかもしれません。それを私正確に見ておりませんので、その必要性、今政府がそのような判断した必要性は、特に都市部における医療崩壊を防ぐ役に名前をざるですね、そういう状況の中での判断であろうかと考えておりまして、それをそのまま適用しなければならない状況には本件はないということで、これまで通りの対応をするということを申し上げたところであります。おそらく政府としてもその一律に全国感染状況に関わらずそうすべきだというところまでの通知ではないのかなというふうに考えておるところでありますが、これは何かこうあれば、はい、感染症対策室です。その件に関しましてはまだ通知を確認しているわけではございませんけれども、国の方も対象地域は定めず都道府県が独自に判断して適用する、そして入院の基準も症状から個別に判断するべきということで示していないということでございますので、本件としましては自宅療養も先ほどの記者もおっしゃってましたように70人とかいう数字にはなっておりますけれども、やはりそれは現場の公衆衛生医師等が判断しておりますので、必要に応じた医療の提供、それはこれまで通り進めていくつもりでございます。ありがとうございます。そうすると、もう一点なんですけども、まあ、自宅療養70人の話もありましたが、一方でこう重症者はですね、一時期と比べるとまだ一時比べると多くないという、はい、そういう状況かと思うんですが、そのあたりの、まあ、今入院のですね状況も含めてですね、医療体制の逼迫具合、医療提供体制の状況というのはどのように受け止めていらっしゃいますか。はい、これはやはり全国的な傾向でありますが、高齢者のワクチン接種が進むことによって高齢者の感染者というのがぐっと減ってきたこと、そのことに伴う重症者の減少というのが見られる。ただ40代から50代、これまでと比べると若年層、そういう中年層の重症化例が増えているということがありますので、やはり感染が拡大をしてしまうと、そういう層、そういう年代の層の重症者というのが今後増えてきかねないということであります。今この時点で、国の分科会の指標でありますと、まだまだと言いますか、ステージ2の状況でありまして、医療提供体制についても数字の上で逼迫ということではありませんが、これだけ全体の感染者数が全国で急増している、そして本県もその後追いのような形で急増しかねないというところでの、まあ、危機感を今お伝えをしているということになります。ありがとうございました。
読売新聞です。時短要請については現在様子を見るというお言葉だったんですけれども、逆にどういう点があれば時短要請を出す可能性があると言えるのか改めて伺いますでしょうか。はい、第4波のように世帯を伴う飲食店も含めて、飲食店関係のクラスターが多数発生をして、そこから感染急拡大というような状況があった。だからこそ飲食店の皆様にご協力をいただきながら時間を行い、そういった形での感染急拡大を防いだというのが第3波第4波のあったところであります。今この第5波の広がりというものが県外から持ち込まれて、家庭内だったか職場等でのですね、広がりという一定のグループ内での広がりになっておりますので、その状況を考えると飲食店に対しての時短というところはですね、今感染の広がり状況を考えると第3波第4波の時のような、そこを抑えるという強い必要性というものは弱いのではないかと考えております。ただ今見えてないだけであってですね、今この連日4連休のいわばその結果というものが今見えているわけでありまして、その後の状況というのはこれからどんどん見えてくる。その時にやはり飲食店での感染者がどんどん増えていくような状況があれば、そこはご協力をいただくような必要性が出てこるかと考えております。ということは飲食店でのクラスターが続発するとか、繁華街飲食店で何らかの広がりが確認された場合を考えるということなんでしょうか。はい、必ずしもクラスターにならなければということではありませんが、そこで多くの感染者の広がりが見られるような状況があればですね、そこはそういう判断が必要になるところだと考えております。ありがとうございます。はい、時事通信です。以前の全国知事会の方でロックダウン、都市封鎖のような手法のあり方について言及するご意見があったと思うんですけど、そちらについて知事としてはどのような考えをお持ちでしょうか。これまではそういう仕事は日本の社会に馴染まないのではないかと言われながらですね、国民の皆さんに対する協力要請をいろんな形で行われてきたということでどうかと考えております。今デルタ株の強い感染力さんには感染急拡大の中でですね、思うようにそのこれまでのような抑制効果というものが働かない、その中での焦る気持ちもそのような形で表明をされているのかなというふうに考えております。私自身はすぐにそのような制度なり仕組みの必要性ということを感じているところではありませんが、むしろ国のメッセージとしては弱いんではないかということで、これまでの全国知事会では全国的な緊急事態宣言もしくはそれに類するような警戒メッセージを発するべきではないかということを考えております。その危機感が伝わっていない部分、特に今オリンピック・パラリンピックが開催をされている、その、いわば高揚感の中でですね、いろんな行動の緩みにつながっているのではないかというようなことが指摘をされておりまして、緊急事態宣言なり強い警戒メッセージを出したとしても東京オリンピック・パラリンピックを中止をする必要までは感じておらないんですが、ただオリンピック・パラリンピックは粛々とありながらも、今は最大限の警戒をすべき時であるということをですね、しっかりと全国民に伝えていく必要があるのではないかということを感じて考えております。発表事項について、他に質問はありませんでしょうか。それでは発表事項以外で質問がもしあれば、記者さんよろしくお願いします。はい、宮城新聞です。串間市に不時着した米軍ヘリの件でお伺いしたいんですけども、はい、不時着から昨日の離陸まで約1週間その間もなかなかその情報というのが的確に県の方に入ってこなかったというお話をお伺いしたんですけども、この1週間を通じて今後その県と九州防衛局、防衛省との今後の対応というのは何か、この1週間を踏まえて、知事の中で、お考えありますでしょうか。はい、
特にこういう重大な事案、重大な事故を被害につながりかねないことが生じた、その時のまずは迅速な情報提供だったり説明というものが十分になされていない、そのことを大変遺憾に思っているところであります。その後の対応につきましては、随時九州防衛局からも情報をいただいておったところでありますが、今大事なことは原因の究明でありますとか、再発防止に向けた対応、そういったところの説明というものを求めているところであります。事実としてそのヘリが離陸をしてその状態が解消された、じゃあもう良かったということではなしに、この重大な被害なり事故につながりかねない今回の事案でありますので、この教訓を今後に生かしていくこと、繰り返しになりますが、迅速な情報提供と原因分析、それから再発防止に向けての徹底した説明ですね、そこを求めていきたいと考えております。今回の問題で、県としての出発地点がやはりこう2時間近くもその、はい、九州防衛局からの報告がなかったりとか出発点になったと思うんですけども、はい、今回のその事案を検証するなりですね、はい、あと今まではニュータバルの周辺自治体との協議というのがあったと思うんですけども、その範囲を広げて今回のようにですね、他の自治体でもこういったことが起こりうるということが分かった上で、今後県として、何かこう協議会で協議を進めるなり、検証作業を進める上で他の自治体とのこう意見交換であったりとかする考えはありますでしょうか。ニトロ基地の周辺協議会のような形での組織だというところまでは必要ないというふうに考えておりますが、ただいろんな事案というものが生じる、その基地所在以外の自治体でも生じるということがありますので、そこは随時連絡を取りながら、全体として、こういった地元自治体とそれから防衛省における連絡体制ですね、そこがポイントになろうかと考えております。そもそも防衛省への連絡自体も迅速ではなかったのではないかというような、日米のそもそもの問題というものも指摘もしながらですね、今後再発防止に向けての仕組みというものをしっかりと考えていきたいと思います。再発というのはその情報の遅れという意味ですね。それからもちろん事故のないように今後どういうふうに対応するかを確認することも重要なポイントであるというふうに考えています。ありがとうございます。他はありませんか。内容ですので以上とします。ありがとうございました。